なんだろうな、アマホの誉れって、あ、いいなと思ったんだけど、ゴースト・オブ・ツシマのしすぎで誉れってつくとさ、ジンってなるんだよね。ニルテはやっぱ欲しいところに連れて行った方が得策だね。おお、収穫できる。ちょっと待った、量を取るなら、なんかそうだったよね、量を取るなら夏場に取った方がいいんだけど、質で言うと、もうちょいだった気がする。うわ、悩むな、このタイミングで取るかどうか。よし、とりあえず飯食ってレベル上げしますか。ほい、で稲刈ってだね。田植え前にちょうどいるから話聞いて始めるさ。違う、まあ日照りはしておいて、認める。そうだよね、うん、オッケーオッケー。量だったらもう取っておいた方がいいんだよ。まあね、量はね、多分そんなに多くないと思うんだよね。バラ具合よね。王冠アイタッチをゲット。どういうこと？ああ、一回でできるってことね。あー、まだ残ってた。ふい。はは、全部わしのものじゃ。で、おーす。どうだろうな。ある程度まいったらもう量でいいんだろうね。少し乾いたって言ってた、あれか、日差しに置きっぱなしにするからか。終わり終わり、こんなもんか、少ないね。うん、まあしゃあないか。いやー、今年の収量はものすごうござりましたな。あの厳しい日々が嘘のようだ。あ、じゃあだいぶ収穫良かったんだ。うんうん、カッパどもめ実にやりおるわ。わしが働いた以上に世話になってしもうだし、なんぞ送るとするか。ほう、カッパといえばキュウリでござりまするかな。キュウリと申したもの、島に生えておるものは苦すぎるし。米を売り都から買い付けてはいかがでしょう。ほうまさか貿易するの。なるほど、米を売るか。わしの強さが変わるのはどうやら精米の時だし、その後食い切れぬほど余るならば売るのが一番かもな。タムヒ様もお喜びになりましょう。それでは都の者との段取りはこの玉が進めるとしまして、米に銘がいますな。お、銘がいると。これは難しいぞ。皆を集めましょう。良い考えが浮かぶやもしれませぬ。
何になるかな。日の絵で取れた米で日の絵米だ。日の絵米。安直すぎじゃ。すげえ。警察の功などいかがでしょう。勉強やね。世俗より離れたこの地で我々は関南深紅を乗り越え、まさに米という名の財を成したのでござりまする。ひねりすぎじゃ。もっと頭を柔らかくせ。すげえ。神様が作った米で神様入りなんてどうだ。あー、ゆい面白いこと言うね。回転は神しかおらんわい。すげえ。まあ、回転が神だけっていうのはだいぶ珍しいな。桜の温天パール。お主はもはや何を。こいつら考える気あるかな。お主もはや何を申し上げるのか。頼ってねえで、おめえも考えろ。おめえもか。確かに、ボンフどもに任せようとしたわしも浅はかだったが、ここはやはり大ぼら月公子作片恋物語全1200巻を読破したこのわしの豊かなことの葉で。ふん。うちの米はいただきもので最高には違いないから、ことの葉に天は含めて良いじゃろうな。天子。そうだ、かまぼの誉れなんてのはどうじゃ。あー、で天水ね。そういうことか。ここでタイトル出てくるんだ。なんだろうな、アマホの誉れって、あ、いいなと思ったんだけど、ゴースト・オブ・ツシマのしすぎで誉れってつくとさ、ジンってなるんだよね。アマホホか、いいでねえか。天水ね。覚えやすいっちゃ。ミルテも好きです。お、おぬしら。アマホホ、良いではござりませぬか。百姓言葉にはござりまするが、実に親しみがある。さくな様の考えあっての命ですぞ。そう思うか。そういうことであれば、わしとてやぶさかではない。はい、ではアマホホとして都に売りに出しましょう。これからはこの島で取れなかったものも手に入りますな。おお、やったね。ただ何を交換してもらえるかってところだよね。以上にございます。いずれも十分な結果を残し、完成の暁には都の守りは揺るがぬものとなりましょう。さあ、心はちゃんが出てきた。久しぶりだね。すべてはカノヒ月様のお心のままに。見事じゃ、心は姫よ。コタロの知らせはチンの予想を大いに超えたものであるぞ。他の神々もその方のことは褒め通しである。以後この件の一切はその方に任せるとしよう。ほう、あー、なんか策略的なところは理想だったからね。資金や他の者の手が必要であればいくらでも使うがよい。はありがたき幸せに存じまする。しかしその方にこれほどまでの才が潜んでおったとはのう。これまでは誰れぞ他の者の影にでも隠れておったか。いえ、ひとえに私めの至らぬがゆえにございました。そうか、まあ今がよければそれでよしとしようではないか。では下がってよいぞ。チンは飯にする。近頃はサクナ姫から送られてくるアマホホが楽しみでの、都でも大流行りであるのだぞ。あー、マジか。それなら作ったかいあるな。皆が豊かになれば麓の世にも法は伝わる。これぞ神の技じゃ。サクナさんの。カムヒツキ様、恐れながらもう一つお試しいただきとうものがございます。ほう。おお、お帰りなさいませ。お客人が来ておりますぞ。誰？都の神だな。何の用と申しておる。それが
言葉がちっとも分からず難儀しており申した。これはこれは久しいな、セモリ神よ。堅固であったか。こやつらは優れた森神じゃが、少しばかり訛りが強くての。どれ、わしが訳してみよう。さっぱりわからんかった。なまりがすごいとね。都で何かあったようですじゃ。はあ。都でわしらのアマホホと競う米が出回っておるじゃと。はあ。おお、それは面白くなってまいりましたな。いやいや、それはちょっと考えにくいぞ。凶作なのはこの頂きの世でも同じなんじゃ。もう随分長い間、他の北条神たちは豆や麦を主食とし、米は小麦月様に捧げる分しか作っておらんはず。であるからこそ、おじい様はお母上が蓄えられた優れた米を捧げるだけで地位を保ってこられたのでしたな。いらんことをほじくり返すな。とにかくじゃ、わしらの甘ここに太刀打ちできる米がポッと出てくるはずはない。これがその米か。おい、でかいの、ちょっと炊いてこい。似ておるというより、アマホコそのものではないか。ああ、なるほどね。中身てか名前だけすり替えたか。どうござりまするな。どういうことじゃ。わしらの方がうまい。残る後味が不思議と癖になりそうでは。まさにそこだそうじゃ。この米を買い付けた客は皆その後味の虜になってしまい、やがて他のものは一切口にしなくなるらしい。なんじゃ、気味が悪いの。米の味はまずは種、次に土と水にござりまする。これらが異なる地で同じような味には見せぬ。つまりこの米はアマホホそのものであり、何やら細工を施して売られておるということになるか。よく見るとやや粒の小ぶりな米が混ざっておりまする。これに仕掛けがあるのでしょうか。何者じゃ。そんな不届きなことをするやつは。この米は一体誰が仕切っておる。心は姫様が。遠路はるばるご苦労じゃったな。よくぞ米のことを伝えてくれた。じい、わしは一度都に帰るぞ。ですがおひい様、カムヒツキ様の勅命はいかがなされるのですか。もちろんそれは分かっておる。私にとって無理の友じゃ。としても直に問いたださねば気が済まん。そうでございますが、大部屋に戻るわけには参りません。裏からこっそり入って用だけを済ませ、すぐにここに帰るとお約束いただけますかな。認めてくれるか。すぐ戻ると誓うぞ。ということなんじゃが、手引きをしてくれるそうですじゃ。備えが整い次第セモリ神にお申し付けくだされ。そうか、セモリ神ねって話してというところだね。そしたら一旦そうだね、レベル先に上げてからにしよっか。これスキルあるのかな。全然進みがねめちゃくちゃ悪いからね、前の方がまだいいなって感じなんだよね、進み具合は。いやあ、来た来た、達人。いやー、やっぱ結構こう、音もやっぱいいね。
まあてかこのゲームマジでアクションより米重視なんで、米さえちゃんと作れば必ずね強くなるからね。さあ白米まであとちょっと。ジョンジャロ、お見せに完了。溢れる美しき輝き、これぞ白米じゃ。さて白米完成、新米完成だね。まあざっとこんなものじゃ。お、3上がったか、よかった。おー118、しかもちょっと増えたね。あーいいな、いいな、これはいい。一度で用が片付きようしっかりと整えてから行くとしよう。じゃあ行きますか。都にはセーブができません。セーブを済ませてから行くことをおすすめします。はい行こう。一応セーブはしてきた。さあ三柱の都、心はの部屋と。ロボットか。海島に旅立ってからというもの、私の日々は目まぐるしく変わっていった。カムヒツキ様より大役をいただき、他の神々からも称賛され、これではまるで友と引き換えに名誉を得たようではありませんか。そして今また私はどこかさくらさんの影に怯えてしまっている。何者です？鬼？どうして都の中に？これは米？そして海ですか？さくらさんが直を果たし帰ってくれば、私はまた元の日陰者に戻ってしまう。しかしだからといってさくらさんの邪魔を、鬼を使わすような何者かに組みして良いはずがない。ないのに。心はいるか。さくらじゃ、ここを開けてくれ。さくらさん、もう帰ってきたというのですか。今はとても顔を合わせられない。おひい様、目立ってはなりませぬ。他の神に見つかっては面倒ですじゃ。しかし追わんわけにはいかん。どうしたんじゃ心は。わしがわからんのか。邪魔をするでないわ。そういう感じか。あとは新しい技は今回はなしかな。痛い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 。派手やな。そうか、フォロワーに誰か仕掛けたやつがいるってことか。あ、そうだ。時間全然減らんやねんか。いやこれレベル上げてなかったらちょっとやばかったな。いて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 。うわ、しかも厄介なのこれ、吹っ飛ばねえぞこいつら。もう画面的に見えない。やばい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 。いやいやいや、爆弾しか来んやねえか。よし、一旦
一旦落ち着こう。そうか、意外とちゃんと飯は食ってきてた方が良かった感じでもあるな。まあボスはさすがに出てこないと思うんだけど、なるほど。あいつら、硬すぎてめっちゃ上がるじゃん。やばい。痛い。はい、一応進めるけどこれは倒す。いや、てかこれ永遠と出てくるパターンか。どこを見ておれ。こう。急に動かなくなってやめてくれ。危ない。力を上げよう。多分力が全てな気はするからね、このゲームで。いやー、力が30でもね、弱いっちゃ弱いんだよな。まださ回復しきってからだね。よし、今にして思えば私はその言葉に苦しんでいたのかもしれません。あなたが去ってようやくいただけたお役目、せめてこれだけでも務め上げねば。私を認められません。うわぁ、次から次へだ。ボスかちょっと、なんか来てるね。もう何回やばそう。全然減らねえし。吹っ飛びがないのがきついかな。こういう感じで来るのか。あー、きついね。
止まっ。止まりましたな。そういうことか。ただやはり。逃げるな、あやつ。なるほど。痛い痛い痛い、あちゃ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 あ。めんどくさいな。あ、意外とこいつが体力高いのか。これじゃな。お主が流しておるという米は、アマホホが一つも置いとらんではないか。カムヒツキ様もご就寝なんじゃの。どうして何も話してくれんのじゃ。知らぬ間に嫌われておるなど、わしは納得がいかんぞ。あなたはいつもそうして、自分のことばかり。心は、お主、好きな時に食べて寝て、書を読み笑って、本当に生きてきたあなたと違い、私はずっと努力を重ねてきたのです。なのに認められなかった。家名に乗りかかり税を貪る、あなたばかりが目立っていたせいで、初めていただけた大役なのです。カムヒツキ様にようやくお認めいただけたのです。もうあなたの影に怯える私でいたくはないのです。おい心は、後ろの後ろがどうしたというのですか。いつもいつもあなたはそうやって私を軽んじてばかり。いや、あのな、その話は後でも。ほんとぶしつけだ。仮にも親友と呼んだ者がこうして涙を流し、思いの丈をぶつけているというのに。言葉と合わせて後ろの炎もやばいんだけどな。間に合わん。
何やら香ばしい匂いが。サクナ姫よ、鬼島におるはずのその方が勝手に都に戻った挙句、一度ならず二度までも我が宣伝をぶっ飛ばすとは、何か申し開きはあるか。恐れながら、あの三毛殿に納められたるは我が尼子に混ぜ物をし中毒性を高めた危うき米にございます。カムヒツキ様のお口に入ることがなきようことを急ぎましたゆえに、発するほかございませんでした。いわば前の爆発が悪しき爆発とすれば、こたびの爆発は良き爆発にございます。爆発に善悪あるんだその方、スラスラとむちゃくちゃなことを申すな。もうよい、その方の処置は後じゃ。心は姫よ、その方が流した米についての話はまことであるか。は、何もかもサクナ姫の申す通りでございます。私は友を妬むばかりに悪事に手を染めてしまいました。どうかいかようにもお咎めを。ほう、良き心がけじゃ。近頃のその方らの働きには目を見張るものがあっただけに失望も大きいぞ。極刑は免れぬと思う。心は姫は失えぬ。からくり兵が二度と作れぬだけでなく、派手な騒動の後に養殖にあった上級心を処したとあらば、皆に訳を掘り返されること避けられず。あの耳のやつポックリだよね。噂が噂を呼び、ひいては他の親族にもからくり兵のことがバレて面倒な話になりかねないか。それはまずい。陣にしても何も気づかず宣伝を埋め尽くすほど中毒前に熱を上げておったなどと知れては最高に恥ずかしい。確かに主神として古剣に関わる。ああ、心は姫よ、こたびの一連の騒動、本来であれば極刑に処するところではあるが、これまでのその方自身の働きとサクナ姫の友を強く思う気持ちに免じ、特別に許すとしよう。わかりやすい神様やな。寛大なお言葉、存じまする。カムヒツキ様も大概いい加減なもんじゃの。であるから、サクナ姫についてもようやったということになるか。うむ、ではその方についてはこれからはいつでも都に戻ってよいこととする。へえ、戻れるんだ。鬼島に関する直までを取り消すわけではないが、疲れた時は羽を伸ばしに帰ってくるがよい。へえ。久しぶりの我が家じゃ。落ち着くの。カムヒツキ様があの調子なら、わしはもうほとんど許されたようなもんじゃな。たまに島に行って米を作って帰ってくるだけでも何も言われんのではないか。そうやってすぐ調子に乗られるのがおひいさまの悪い癖ですじゃん。まあまあ、とりあえずは何日か都でゆっくりしよう。結局あの後も心は和口を聞いてくれんかったが、たまには買い物もしたいし、おぼろ月講師の新作も読みたいし、綺麗な衣で身を包みたいぞ。楽しみだよ。うるさいの。剣のくせにいびきをかいて眠るなど。あやつらは今頃何をしておるか。足蜘蛛もいるし、しばらくわしが離れたところで大事はないと思うが。
野良仕事も面倒じゃったしの。わしが見ておらんとどうにもならんからな。離れられてせいせいじゃ。はて、出てくる前わしは水路の問いをあげたっけ、下げたっけ。わしがおらぬ間こうしろと田植えもんに何か申しつけたか。果たしてあやつらに家を任せてよいのか。何日も、もし突然の嵐が来たらわし抜きであやつらはどうする。気になって寝られん。さくらさん、心は見送りに来てくれるとは思わなんだぞ。やはりちゃんと話さねばの。親友と呼ばれて苦しんでおったと言ったな。すまなんだ。ここにいた頃のわしはあまりに幼かった。今ではそれがわかるぞ。特にお主には甘えてばかりで、そのくせ何かと偉そうにしてしまって、何気ない言葉でそれはたくさん傷つけてきたのであろうな。しかしこれだけは分かってくれ。わしは今でも聡明で美しいお主のことが好きじゃ。本音を打ち明けてくれて嬉しかったぞ。私もさくらさんには憧れていました。いつも自信に満ち、堂々と他者と接することができる私にも、そうした振る舞いが少しでもできていれば、あなたの陰に隠れて見られることもなかったかもしれません。心は何もかも話せてすっきりしました。私が長い間抱えていた悩みなど、たったこれだけのことで晴れるものだったのですね。また私を友と呼んでくれますか。それはもちろんじゃが、お主の方は誠にそれでよいのか。あなたはカムヒツキ様に逆らってまで私を案じ、遠く離れた海島から来てくれた。私の話を全て受け止め聞いてくれた。そのことは生涯忘れないでしょう。紛れもなくあなたは私の大切な親友です。さくらさん、これからもよろしくお願いいたします。ごめん、ごめん。よしよし、鼻水をつけないでくださいまし。今後は私からも島に遊びに行きますわ。困ったことがあれば頼ってくださいね。 Yeah!